カフェで自分の隣にめちゃめちゃイケメンが座ってきて、急にめちゃめちゃテンパり出す宴です。前回ね、一人でディズニーシーを思う存分満喫した宴、今回はですね、そのディズニーシーの中で の食事編ということで、せっかくのディズニーということで爆食をするので、ちょっと皆さんと一緒にご飯食べていこうと思います。バタゲチャンネルプリティ。今回は私が二十歳になったということで、ディズニーシーってお酒も飲めるらしくて、なんかそれも調べつつ、お酒も飲めるとこも調べつつ楽しんでいっちゃおうかななんて、まあ一人なんですけど、最初にやってきたのはこの海系のエリアです。早速注文していこうと思います。スパークリングカクテルとチュロス一つずつ。はい、お酒出しですが、よろしいですか。ありがとうございます。はい、ということで購入しました。はい、まずですね、こちらがスパークリングカクテル、なんかすごい塩がいっぱい周りについてるの、あとなんか青い塩みたいなのがたくさんついたチュロスです。やっぱディズニー来たらね、チュロスは絶対食べるよね。みんないただきますってしたいとこなんですけど、私ちょっとここで大事件、大ハプニングが起きまして、私今ね矯正中でして、もうこんな硬いもんなのに1個も食べられんのよ。なんか自分で食べたくて買ったはずなのに、もうほぼ罰ゲームのような顔で食べておりますけど、でも味は美味しかったです。なんか向こうの人がお誕生日言われてたから一緒に祝ってあげた。なんかディズニーの中だったらさ、全然知らない通りすがりの人にも係に絡んでいけちゃうの謎だよね。てか怖いよね。生きてそしてね、今回の目玉となりますメイントピック、お酒です。これスパークリングカクテルらしくて、なんか縁にすっごいね赤い塩みたいなのがいっぱいついてて、ちょっとよく分からなかった。これはルネサンス、ありがとうございます。ルネサンス、これ何なんですかちょっと有識者の方、ちょっと私分からなすぎてちょっと笑っちゃってるんですけど、うん、なんかとても爽やかなんか私がディズニーで一人でお酒飲むなんてなんか変だよね。別に酒飲み系 YouTuber に転身したわけではないんですけど、なんか好奇心興味でディズニーでお酒飲める飲んでみようっていう感じで、すごいもうただの好奇心で飲んじゃってるだけなので、別に強いわけでもなければお酒大好きなわけでもないのでね、これ何の味なんだろうみたいな、もうね多分これが何かの実験の溶液とかと入れ違えられてても飲んじゃうぐらい私はお酒に無知なんですけど、まあでもすごい爽やかで、うん、美味しかった。でなんかこうして周り見ながらご飯食べてて気づいたんだけど、このなんか海の土地柄なせいか、なんか湘南の名残が残っているのか、とてもウェイな、結構ウェイ系の方が多くここめっちゃ通って、しかもすごく人通りが多いの。なんかそれを見てたらすごく悲しい気持ちになってしまって、私はなんで一人でこの頭に猫をつけ、あ、ごめんなさい、マリーちゃんもすごく好き、ま、大好きなマリーちゃんを頭に乗せどもウェイの中で一人お酒をたし、いや逆にそれがかっこいいみたいなところはあるよね。だって私一人で、いやこの猫と一人で旅してるみたいな、もうほぼね魔女宅じゃんね。ごめんなさい、全然ねディズニーでジブリの話してますけど、まあ、強い女の子ってことですよね。でもそれよりも私口青すぎで、ずっとここで人間観察してましたら、私の目の前にずっとお姉さん、キャストのお姉さんが立ってて、ずっとこの行き交う人に手振ってたの、こうやって。それがすっごい可愛くて、これもしかしたら私も手振ったら振り返してくれるんじゃないかと思って、ちょっと勇気を出して目が合った時にちょっと手振ってみた、振り返してくれて嬉しい。まあ、ぼっちの私たちはね、こうやってね人とコミュニケーション取っていきましょうね。でそのお姉さんが立ってたからね、ちょっと次はタートルトークに行こうと思ってタートルトーク行ったんだけど、
後から見返して気づいたらさっきのお姉さん立てたの隣のレストランの方だったわ。ポイティ月に場所を移動しまして、なんかすごい 海っぽいまたは海に見えるところでジンジャービアカクテルとソーセージを頼みました。爪がかわいい。あの前回鳥貴族に一人いた時にビールを初めて飲んで結構あんま飲めなかったのでビアカクテルって思った以上にちょっとビールすぎて匂いが飲めるか心配だったんですけど、まあ、なんか飲みやすいビールみたいな、なんかもうほぼビール。なぜね、先ほどあんなにチュロスで苦戦したにもかかわらずまたこのソーセージを買ってしまったんだろうと自分に笑けてきてしまったんですけど、でここねすごくね船が海で船がすごく通るので、なんかディズニーって船乗ってる人とか電車乗ってる人に対しては手振っていいなんかルールあるじゃないですか。だからちょっとあこれ振り返してくれるかなと思って振ってみたけど、ガン無視されたよね。ま、何なんだろう。そのなんか振り返す振り返さない基準とかあるのかなって。なんかオーラが出てたのかなとか、ま、反省してます。夫はだけだいぶ陽気になって乗り始めてしまいました音楽に。このソーセージをバイオリンの弓として弾いてます。でこの場所が結構もう周りがカップルだらけで後ろもカップルさんで真横にもね素敵なカップルさんが素敵ながいたんですけど、そのカップルさんたちがねすごい船に向かって手を振り振ってて、ちょっと私もちょっとこれは負けてらんねえと思って、隣のカップルさんに取られたくない、もう絶対私の方にほら今これもね私の方に手振ってもらいたく、強く真横もう絶対負けたくなさすぎて絶対負けてらんねえと思って、もう私の方がよりにこやかに大きく手を振ることを心がけて、多分この勝負は勝ちました。その後もね一人でいろいろ楽しみまして、噴水でね子供と遊んだり楽しみまして、次にここ海底2万マイルの近くのレストランに行きました。ここラーメンとかが食べてずっと来てみたかったよね。ちょっとここでお昼ご飯にしようと思います。ありがとうございます。入ってくださいませ。かわいい。で本日私がいただくのはこれはなんか担々ロースト担々風混ぜそばみたいなのと杏仁豆腐と、あと飲み物2つ写ってるのがマンゴーの果肉が入ったお酒と、あとトーファーの入ったチーズフォームのやつ、これめっちゃ美味しそうじゃない。この2つどっちもなんか買っちゃいました。お昼ご飯いただいていこうと思います。これ冷たい麺なんだけど、これも私はすごい判断能力がないので今ふーってね無意識でしちゃってね笑ってますね。情けない。今回ねほぼ1年ぶりぐらいにディズニー来て、まあ、やっぱ一人だと今やることもないし、ずっと人間観察私好きだからしてるんだけど、こうやって周りの人見てたらさ、なんかもうディズニーいる人って全員幸せそうに見えない。なんかもうカップルも全員うまくいっているように見えるし、友達同士で来てる人とかももう全員なんか仲良し一生仲こうみたいに見えるけど、なんか並び列とかでさちょっと聞こえてくる話聞いてると案外そうでもなかったりするんだなって。まあでもなんかすごくさ、ディズニーにカップルで行けちゃうなんてさ、なんか周りの人にも見せびらかせるじゃん。そんな私こんな彼氏がいてこんな仲良しな格好で同じ耳つけちゃってますみたいな、なんか
やってみたいなと思った。え、てか制服ディズニー本当にしてみたくて、なんでできなかったんだ。うまいの、このお酒めっちゃ美味しくて、あのね、マンゴーの果肉と、あとなんだっけな、アップル、ちょっと味忘れたんですけど、なんか私マンゴー嫌いなんだけど、あのなんでね頼んだんだって話なんですけど、すごい美味しくて、でもこれも3杯目なんだよね。なんかもうディズニーでそんなハメ外さない方がいいと思うんですけど、こんな感じになっちゃってます。で、あの贅沢にもう一つ頼んでしまった、こっちがなんかピーチベースの、ピーチ味ベースでチーズフォームが乗ってて、下にトーファーっていう、なんかあの台湾やったかな、なんかちょっとプリン状のものが入ったやつ、めっちゃ美味しい。これ本当に、こっちはノンアルコールなんだけど、こんなんね2人で来てて一緒に頼んでさ、この交換その交換庫とかしてね、飲み合ったら楽しいんだろうなって思いながら一人で2つ飲みました。はい、その後はですね、このような感じでアトラクションを守りつつパーク内楽しんでいったんですけれども、ちょっとさすがにね、あのいろいろちょっと歩き回って疲れ、まあその歩き回ってんだけど疲れたので、うちらのリラクゼーションスポットマーメイドラグーンに行きました。ここでゆっくり座りつつ、私がね今回一番楽しみにしてた、実は食べたかったのお目当てのものがありまして、これだけ言うと調べてきたのがあって、カステラケーキ1つとアイスウーロン茶って、そう、このミッキーカステラケーキ、これが今回絶対食べたいと思ってて、やっと巡り合いました。このすっごいパッケージが可愛くない、映えるじゃないですか。これ中にいちごのクリームが挟まっとって、で周りがミッキーの形してて可愛い。ただちょっとそれより何よりちょっと疲れたよねって、もう、まあ、一人だとこうやって自分の好きな時に好きなだけ休めるのでいいところではあるんですけど、ずっと楽しみにしてたカステラケーキいただきます。こんなんめちゃめちゃ映えじゃない。まあ映えだとしてもちょっとマーメイドラグーン暗すぎてね、写真を撮るとかいう概念はあんまりないんですけど、めっちゃ美味しかった。私たい焼きも頭から食べる派です。マーメイドラグーンでさ座ってる人ってさ、まあなんかあんま言い方良くないけどさ、全員顔死んでない？なんか死んでるっていうか、みんなも疲れ果てた人たちが集まってる場所じゃない？まあ、ここのさ、この薄暗い、この暗、いい感じの暗さといい、この椅子の座り心地といい、この心地よい音楽といい、それがすごい眠気を誘発されてさ、私もちょっと眠くなってきちゃう。あ、マリーちゃんはアイマスクではないですよ。ちょっと今、スイッチがオフになってしまいましたね。夢の国で、あのいろんなカップルとかちょっと幸せな人たちを見すぎてちょっと疲れてしまったんですけど、ちょっと一回ここでねマーメイドラグーンで力をチャージして、また夢の国パワーにつなげていきたいと思います。でもカチューシャもずっとつけてたら痛いから、ちょっと今撮っちゃったんやけど、もうここだけ見たらもうただ仕事終わりにね飲みに来てる人みたいになっちゃいましたけど、ここからまたスイッチ入れて、よし、共に頑張ろう。猫到着しました。ちょっとスイッチをオンにして、相棒と共に一人リア充の中へと突き進んでまいります。パワー。そして最後にやってまいりましたのが、ユカタンベースビリーズブートキャンプ、あれごめんなさい、グリルです。ここに最後のお目当てがあんねん。そう、リトルグリーンマンありますか？そう、あとベジタブルとベーコンのクリームスープ一つ。じゃーん、もうこれはね、なんといっても定番リトルグリーンマン麺。これはよくインスタグラマーなどがあざと可愛く撮るで有名のやつと、あとこれは開かなかったスープ。最後この2つで私のストマークを仕上げていこうと思います。ルネサンス。これがね、なんかベーコン、違うわ、ベジタブルスープみたいなのがすごい熱かったんですけど、でもめっちゃうまいの、めっちゃ美味しくて、このスープ、この温かいスープがね、私の荒れた胃とすさんだ心を浄化してくれて、とても優しく染み渡りました。ほんでこっちが本命の
本命のとか言ったらちょっとスープに申し訳ない、このインスタグラマーみたいなアフロ、こうやってこの加えて可愛い、どこを見てらっしゃ、加え、ちょっと待って、違う、これ加えて写真撮るやつな、これどこを見てってか食べちゃった、食べちゃった、あ、食べちゃった。じゃ向こうを歩いてたイケイケ男女軍団を見ていたら、あの無視に食べちゃったんですけど、あ、もう一回やります。これね、こうやってちょっと加えて、このポコっていうのをこう楽しみつつ、おそこ、あ、ちょっと待って、近く過敏が、あの、すごくて、あ、できなかったんで、ちょっとあのスープで一回リセットするんですけど、それでインスタグラムすげえな。ね、これをこの口に加えて可愛く写真撮りたいの。そう、だからちょっとね、歯に触れないように、ほぼ入れ歯みたいな入れ方してますけど。で、あ、こう、そう。あの場合ねえな。ちょっと自分で見てて、情けなくなったんで。あ、もう堂々と頭から裂いちゃいました。こうやって食べるのが一番美味しい。なんか今日見てて思ったんだけど、これ平日の昼間に行ったんですけど、平日の昼間にさ、制服ディズニーしてる人ってさ、まあ、多分休みの学生とかもいるけどさ、結構もう年齢、ちょっと待って、TikTok 踊り始めちゃった。ごめんなさい、ちょっと。めっちゃ話したいことあったのに TikTok 踊り始めちゃった。その大人の人たちが、その制服着て、なんちゃって制服でディズニー行ってるのってさ、その普段普通の、あ、ちょっと待って、もういいや。ということでね、今回はあの前編後編合わせて丸一日一人でディズニーシー楽しんだんですけれども、なんか私的、もう私的にはなんかシーの方がなんて言うんだろう、なんかあんまりこう浮かなかった感じがしました。なんか一人でもなんかシーの方がなんとなく馴染んでる、まあ、ごめん、全然馴染んでないかもしれないけど、馴染んでる自分の気持ち的にはなんかラウンドよりもシーの方がが心地よかったなって思うので、まあ、人によってだと思うけど、もし今からぼっちディズニーあのチャレンジしてみたいよって方は C もおすすめ、私的には C がおすすめをします、まあ、ということでね、もう夏も始まってしまったので、まあ、始まったからにはもう始まってしまったので、夏もエンジョイするためにちょっといろんなところに今年も行ってみようと思います。それでは今日見てくれてありがとうございました。またぼっちでここ行ってくれみたいなリクエストがありましたら、ぜひコメントなどで教えていただけたら嬉しい。おーウェイ。